こんにちは、富士広報室の長澤です。12月に入り寒さが身にしみる季節になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はお風呂上がりに温かいお茶やココアを飲むなどして体を冷やさないようにしています。皆さんも風邪をひかないようお気をつけてお過ごしください。それでは富士市からのお知らせです。三市博物館共同企画展寸島北伊豆の戦国時代を開催します。日時は12月17日から平成29年2月26日までの9時から16時30分まで富士山かぐや姫ミュージアム特別展示室で行います。休館日は平成29年1月9日以外の毎週月曜日と12月28日から1月4日まで1月10日です。内容は寸島北伊豆における戦国時代という共通テーマのもと、富士、沼津、三島市の博物館共同企画展として地域ごとの歴史資料を博物館ごとに展示します。入館料は無料です。なお開催期間および入館料は博物館ごとに異なります。お問い合わせは富士山かぐや姫ミュージアム電話21-3380へお願いします。富士市成人式についてお知らせします。1月8日日曜日の14時からロベシアター大ホールで富士市成人式を開催します。開催当日は次のことに注意してご来場ください。当日入場券を持っていない人は入場できません。忘れずにお持ちください。なお通勤通学などで市外に転出または入場券が届かなかったり紛失したりした人は1月4日水曜日までに市ウェブサイトで電子申請するか電話で社会教育課にご連絡ください。会場及び会場周辺への酒類、旗などの持ち込みや飲酒している人の入場は固くお断りします。係員の判断、指示に従わない場合入場をお断りします。駐車場及び送迎場所については入場券をご確認ください。成人式の内容は受付・会場が13時15分からオープニングが13時50分から式典が14時から14時30分まで新成人応援プログラムが14時30分から15時まで行われます。お問い合わせは社会教育課電話 55-0560 へお願いします。第20回富士の茶娘クイーンコンテスト出場者を募集します。市の特産物富士のお茶の消費拡大を図るため様々なイベントで PR 活動を行う富士の茶娘を募集します。応募資格は次のすべてに該当する人です。平成29年4月1日時点で市内に在住・在学・在勤の18歳以上の女性、ただし高校生は応募できません。主に土曜日、日曜日、祝休日の年間10回程度の PR イベントに協力できる人。なお、未婚・既婚は問いません。また、モデルなど専属契約のある人や他のコンテストで選ばれている人は応募できません。任期は平成29年4月から平成31年3月までの2年間です。審査は第一次審査の書類審査を平成29年2月中旬に行います。本審査の公開審査を平成29年3月19日日曜日の14時から消防防災庁舎7階
大会議室で行います。商品は富士の茶娘クイーンに選ばれた一人に賞金10万円、旅行券7万円分、お茶詰め合わせ、米 20kg、 季節の果物。富士の茶娘に選ばれた6人に賞金7万円、お茶詰め合わせ、米 20kg、 季節の果物がそれぞれ贈られます。応募方法は1月20日金曜日までに市ウェブサイトで電子申請するか、農政課各地区まちづくりセンター、富士市農協本店各支店などで配布していて、市ウェブサイトでダウンロードできる応募用紙に住所、振り仮名を振った氏名、年齢、勤務先または学校名、電話番号、E メールアドレス、趣味、200字程度の自己 PR を記入し、本人のみが写った L 版で6ヶ月以内に撮影した上半身、全身の写真各1枚を添えて、直接または郵送で農政課までお願いします。お申し込み、お問い合わせは郵便番号 417-8601 富士市役所農政課内富士のお茶振興推進協議会富士の茶娘クイーンコンテスト係、電話 55-2781、 ファックス番号 53-2550、 ご覧の E メールアドレスへお願いします。富士山と初日の出 in ミエルラを開催します。日時は1月1日日曜日元日の6時から8時まで、市役所屋上の富士山テラスミエルラで行います。お申し込みは当日直接会場までお願いします。視聴者1階北口から入場し、東側エレベーターを使用してください。お問い合わせは観光課富士山シティプロモーション推進室、電話 55-2958 へお願いします。平成29年版市民暮らしのカレンダーをご活用ください。11月下旬から町内会区を通じて平成29年版市民暮らしのカレンダーを配布していますが、希望者に追加配布を行います。配布方法は窓口配布と着払いによる郵送配布の2つです。電話での受付は行いませんのでご了承ください。部数は1世帯1部です。配布予定数がなくなり次第終了します。また予約取り置きはできません。はじめに窓口配布についてお知らせします。配布日は12月12日月曜日から土曜日、日曜日、祝休日を除き8時30分から17時まで受け付けます。配布場所は市役所8階の広報広聴課です。窓口配布の際、住所・氏名の記入をお願いしています。次に着払いによる郵送配布についてお知らせします。着払い料金は236円です。受け取り時に配達員にお支払いください。お申し込みは12月12日月曜日から受け付けます。なお年内は12月26日月曜日まで、年始は1月4日水曜日から受け付けます。はがきまたはファックス、 E メールに申し込み者の郵便番号、住所、振り仮名を振った氏名、電話番号を記入し、郵便番号 417-8601 富士市役所広報広聴課までお願いします。受付後随時発送しますので、発送日の指定はできません。送付先は申し込み者の住所になります。お問い合わせは広報広聴課、電話 55-2700、ファックス番号 51-1
1456、ご覧の E メールアドレスへお願いします。富士市コールセンター教えてコール富士をご利用ください。印鑑証明や住民票を取るために市役所へ持っていくものは、今週末市が主催するイベント情報を教えてなど、あなたのちょっとしたお問い合わせに専門のオペレーターがお答えします。受付時間は8時30分から18時まで。年末年始を除き土曜日、日曜日、祝休日も受け付けています。市役所のことでどこに電話をかけていいか担当がわからない、そんな時はぜひ富士市コールセンター教えてコール富士、電話 53-1111 をご利用ください。今回の富士広報室は富士市からのお知らせをお送りしました。さて、今回のエンディングは11月10日から14日まで開催された田子の浦港開港50周年記念事業日本丸初寄港の様子をお送りします。12日のセールドリルでは日本丸に乗船している実習生によって真っ白な帆が広げられました。帆が広がると来場者は歓声を上げたり記念撮影をしたりしていました。また14日の東照礼では実習生がヤードに上がり別れの挨拶をしました。その模様をご覧ください。それでは富士広報室はこの辺で。Thank you.